フレーベル模様織りの12個のリースを作ります。パーツを作ります。このようなパーツになるんですけども、この飛び出てる部分、真ん中に出したい色を中側にして折っていきます。半分に折ります。開き、折り線に合わせこのように折ります。こちら側も折ります。このように置き、もう半分に折り、折り筋をつけます。一度開き、ここに合わせてこのように折ります。こちら側も折ります。次にここの線に合わせこのように折り、折り筋をつけます。こちら側も折ります。こちらの部分も同じようにここの線に合わせこのように折ります。こちら側も折ります。次にので、こうですね。このように折り、折り筋をつけます。一度開き、今度はこちら側に折り筋をつけます。このように折り筋をつけます。そしてこの形に戻し、このように開きます。折り筋をつけているので開きやすいと思います。そしてこの折り線にぴったり合うようにここできちっと折ってください。反対側も開きます。ここを持ち、このように開きます。折り筋をきちっとつけていても、この時点でちょっとずれてしまうことがあるので、この時点できれいに合わせるようにしてください。そして、このように開けます。もう一つ同じようにこのように広げます。そしてこのように置き、こう広げ、ここの折り筋に合わせこのように折ります。そしてこのままこのように倒します。もう一度やります。こうなってたんですけども、一度広げて、この線に合わせ、ここの辺をこのように合わせます。そしてこのまま、このように倒します。左側も、この状態で残っているので、この線に合わせ、ここを折り、このまま倒します。このような形になります。で、次に、これを、このように、折ります。あとの3枚も同じように折ってください。
こうなります。そして一度広げ、つけた折り線に向かってこれをここに合わすように折ります。こうです。次にこちら側もこの折り線に合わせてこのように折ります。そしてこちら側へ倒します。あとの3つも同じようにします。一度広げ、この辺がこの線に合うように折ります。次にこの線がこの辺に合うようにこのように折ります。そしてこちら側へ倒します。こうなります。そしてこれをここに合わせこのように折ります。あとの2つも同じように折ってください。そしてこれをこう折り筋をつけますですね。で次にこの半分まで折り筋をつけます。ここまでです。で次はこう斜めに折り筋をつけます。これですね。こことこことここです。そしてこのように持ち、ここを折り、このまま右へ倒します。そしてここギュッとします。もう一度します。つけた斜めの折り線のところを折り、右側へ倒します。そうするとこのような形になります。そしてここの線を目安にこのように折ってください。こことここも同じようにこのように折ります。これで一つのパーツ完成です。同じように2つ目以降も作っていくのですが、これ同じですね。ここまで作ったら2つ目以降は一度広げてこの一番上だけをこう戻してこの状態にして11個作ってください。完成した形が1つ、一度作ってここまで戻した形が11個、合計で12個作ってください。そして合わせていきます。つなげていきます。戻したパーツのこの上のこの部分にここの三角をこのように入れます。が、形がこの三角の部分とこの三角の部分がぴったり一緒になりますので、この中に入れます。ぴったりはまります。で入れた状態でこれを戻しギュッと折ってください。そうですね。これでつながりました。このつなげ方だと糊はいりません。このようにして12個
丸くなるようにつないでいきます。これは分かりやすいように大きい折り紙で見本で作ったものですので、実際に別のでつないでいきます。小さな折り紙で作ってみました。花の部分が黄色と水色、半分ずつ作ってみました。これを交互につないでいこうと思います。戻したところのここにはめます。そしてまた組み立てていきます。でこれを順番に繰り返して折っていきます。最後は最初の折り紙の中へ入れます。ここはすでに折ってある部分なのでちょっと折りにくいかもしれません。形を整えます。これでフレーベル織りの12個のリースの完成です。このフレーベル模様は、この色、花の部分がバラの花のように見えます。ぜひ作ってみてください。